「妖怪研究井上遠良妖怪研究は余が数年来従事せるところとなるが近頃応用心理学を講述するにあたり併せて妖怪の解釈を下し時々実験をも施しけるに事実の参考を要する者あれば勘願員諸君よりも事実のご報道に預かりたく左に妖怪の性質と種類等を契機いたし候。 用の東西を論ぜず、今の古今を問わず、宇宙仏心の諸象中、普通の道理をもって解釈すべからざるものあり、これを妖怪といい、あるいは不思議と称す。その妖怪、不思議とするものにまた、あまたの種類ありし、原根俗憾に損するもの幾種あるを知らずといえども、しばらくこれを大別して、二大種となす。すなわち、その第一種は、 内界より生ずるもの第二種は外界に現ずるものこれなりしかしてまた内界より生ずるものに二種ありて他人の媒介を経てことさらに行うものと自己の心身の上に自然に発するものの別ありゆえに世は妖怪の種類を分かちて左の三種となさんとす第一種すなわち外界に現ずるもの幽霊コリ犬神 天狗、鬼火、妖精、その他諸外界の妖怪。第二種、すなわち他人の媒介によりて行うもの。不撃、髪おろし、妊見、墨色、墨膳、予言、祈祷、殺身、睡眠、その他諸現術。第三種、すなわち自己の心身の上に発するもの。夢。 夜行、新地、偶合、再生、俗説、天京、そのほか諸精神病。このうち第一種のコリ、犬神等は第三種にも属すべし。以上の種類に関する事実誤報道に預かりたく。追ってその解釈は、講義録中に掲載するか、あるいは特別に勘が院講義相もうけ、口述いたすべく候